北近江の一戦後、光秀と共に織田に仕官した鹿之助は尼子家を再興するため日々精力的に動いていた。京に身を潜めていた尼子勝久を擁立した鹿之助は各地に散らばっていた尼子家の旧臣を集わせる。戦力を整え主家再興の機が熟したと考えた鹿之助は光秀に協力を仰ぎ、信長に出雲への侵攻を嘆願した。尼子再興運動。毛利への牽制は天下一心にとって有益ならば行くがよい。光秀、鹿之助の援護はお前に任せる。うわぁ、本当ですか。ありがとうございます。必ず出雲を毛利から取り返して。待て待て待て、話は聞かせてもらったぜ。その戦俺も出る。いいだろ親父。ならん。お前が前線に出たとて枷となるだけだ。なんでだよ。必ず役に立ってみせるって。どうして親父は俺を。なら美月は勝久様の守りに加わってくれ。それなら最前線へ出ることはないはずだ。信長殿、責任は全て俺が取る。美月の意思を尊重してやれないだろうか。好きにせよ。ごめんな二人とも。説得してもらった分必ず役に立つからさ。気にするな。大切な人の役に立ちたいって気持ち俺にもすっごくわかるから。一緒に頑張ろう美月。なるほどな。じゃあ俺も動くとするか。よし、俺の出番だな。鹿之助の力、当てにいたそう。この城を毛利の手から取り返す。この奇襲作戦必ず成功させるぞ。まずはあの花の段を制圧しよう。よし、行くぞ。鹿之助の大願を叶えるためにも俺の力余さず振るわねばな。総大将の勝久様をお守りしながら俺と光秀を要に。
毛利を突き崩すぞ。毛利に塞がれてるな。それなら壊して突き進むだけだ。頼む、この門を開けてくれぬか。もう毛利は見限った。雨子に下らせてくれ。開門。隙を見せたら誰ぞ降伏してまいった。門を開けてやる。開門。肩慣らしにもならぬ。耐えきれん。引かせてもらう。分かった分かった。この地はアマゴが制圧したぞ。かかったな。お命頂戴いたす。貴様、はかったな。くそ、モリメ、卑怯な手を。よし、出てこいお前たち。裏道の開通頼んだからな。あいつらを倒されちゃ裏道は使えない。何としても守り抜かなきゃな。敵陣への侵入がこうもたやすいとは。任せろ。進め。狙うは勝久の首ただ一つぞ。貴様へろ。まずいな、やつらの進軍、急ぎ阻止せねば。俺から逃げられると思ったか。意地は見せたわ。もうよかろう。甘いわ。よし、これで裏道を使えるようになるぞ。隙を見て道は開けた。全軍進め。首洗って待ってろよ。ジェイさん、敵将始末いたした。引かせていただこう。相変わらず利光は頼りになるな。急げ。敵将やってやったぞ。これはなんだか。毛利の騎手ならず、暴進とやらも爪が甘いと見える。なんとか助かったようだ。この手は本の戯れに過ぎ。二の手を用意する。侵入した模様。そうですか。アマゴの皆さん、
想像以上に震われます。任せろ。テクトテクト、ハッシュ様。待ちくたびれたぞ、アマゴの鹿よ。これよりアマゴ狩りを行う。皆日曜に震え。開門。伏兵だと。この奇襲も読まれてたってのか。勝利のため知ってください。来いよ、打ちのめしてやる。どれだ。どれだ。本丸の敵を打ち果たす。我ら突き進むのみぞ。あいつら、鹿之助が危ない。さっさと倒すぞ。他の砦で何やら怪しげな。警戒を強めるべきであろうか。読み通り本丸に気を取られておるな。行け、総大将の祝福をあげる。取り隙を見せたな。くそ、後ろを突かれたか。勝久様を守らねえと。肩慣らしにもならぬ。意地は見せたわ。おい、わかった。よかろう。わかった。おじゃあせよ。どりゃあ迂闊に突出しよせて覚悟せよ。ごめん。そろ、せっ、うがち抜く。よし、なんとか伏兵は倒せたな。みんな、まだまだ踏ん張ってくぞ。鹿之助があんなに頑張ってるんだ。俺も自分の役目を果たさないと。任せろ。しかし、戦場の獣はお主だけだと思うたか。甘いな、毛利の夫人に隙はない。もはや雨雲に合算戸田城は奪えない。わしらの大手と愛になるか。やっぱり俺じゃ毛利には。せめてみんな勝久様を連れて逃げてくれ。俺は残って毛利を食い止める。心配すんな、必ず戻るよ。約束だ。みんな撤退を始めよう。鹿之助の息を無駄にしてはならぬ。勝利条件変更。大敵がいては対局もままならぬ。承知した。雨子の殿様に帰ってきてもらいたかったが、オラたちじゃどうにもなんねえか。鹿之助、一人戦場に残るのか。ならば俺たちもお前の覚悟に応えよう。どれだ。どれ。まだ倒し足りない。どうだ。何をする。離せ。任されよ。敵将、やってやったぞ。叶う相手ではなかったか。お見事にございますな。ごめん。
そりゃ分かった。おお、ありがたい。これで退却できよう。勝久様、この基地を共に脱しましょうぞ。任せろ。承知した。敵将、始末いたした。ここは引くほかあるまい。来た。よし、策を実行に移す。晴れ橋を上げろ。奴らを決して通すなよ。父上曰く、私の策がこたびの戦の要だとか。その期待、しっかり応えてみせますよ。終わらせる。退路を封じているのか。溝に切り伏せねば。そう簡単に通してやるものか。弓兵よ、放て。任せろ。これでは退却がままならない。急ぎ退路を塞ぐ武将を倒さねば。よし、忍びたちが打って出たな。この戦、もはや勝ったも同然か。よう、加勢が欲しいんじゃねえか。力を持て余した忍びがここに一人いるぜ。おもちさん、ありがとう。助かるよ。くそ、これがもっと頑張ってるよ。鹿之助が苦しむこともなかったのに。生き恥をさらそうとは。任されよ。聞かせていただこう。ご慈悲感謝いたしますぞ。ありがとうございます。どうかこれを受け取ってくだされ。気を見せ。長老とはありがたい。これでなんとかしのげそうだ。もはやどうにもならぬか。この程度戦果とは呼べぬゆえ。まだ倒し足りない。そこをどけ坊ちゃん。戦嫌いは部屋にこもって書物でも読んでな。ああ、うるさいやつめ。そりゃできることならそうしたいさ。ただ父上にどうしてもとせがまれてね。私の策が必要とあらば仕方ないだろう。へえ、そうか。お前こんなやつってんだ。使える主が違えば、このような事態には皆すまぬ。鹿之助、俺は信じているぞ。少しは落ち着いたか、美月。落ち着けるもんか。俺のせいだ。俺のせいで雨子の人たちも鹿之助も。やっぱり親父の言う通りだったな。俺は結局みんなの足を引っ張ることしか。ならば今から強くなればいい。
自らの弱さと向き合える美月ならば必ず強くなれる。光秀さん、なんでそんなに冷静でいられるんだ。鹿之助がこんなことになって辛くないわけないのに。俺は鹿之助を信じている。あいつは約束を果たさずして死ぬような男ではない。だからお前も強くあれ、美月。そのための鍛錬ならば俺はいくらでも力を貸そう。うん、ありがとう光秀さん。報告ご苦労。下がってよい。して何用だ三太夫。おっと、気づかれていましたか。こたびの毛利戦、美月が無事で何よりでしたな。三太夫、お前は独断で助太刀に参じたようだな。俺に気を利かせたつもりか。いや、滅相もございません。俺はただ先達の忍びとして美月の青さが愛しくて。雑談に興じる意図もはない。用がないのであれば下がれ三太夫。おっと、これは失礼。では俺はこれにて。美月のことはこれからも目をかけておきますよ。